古猫。私の母方の本家は自宅から車で 4,5 分ほどの距離にある。母は車の免許を持っていないので、子供の頃母にくっついて本家を訪ねるときは必ずその道のりを歩かされた。左手にうっそうとした山の斜面が迫る川沿いの細い一本道である。頭上を覆う木々の枝が日の光を隠すので、道の先は昼間でもなお暗く、母と一緒とはいえひどく心細い思いがしたものだ。母は東京の出身であったが、空襲を逃れるため父親、私の祖父の実家である本家に疎開し、戦後もそのままこの地に住み着いた。若い頃はこの道を歩いて勤め先と自宅を往復したという。帰りが遅くなる時など、山の木立の間に青い狐火がゆらゆら揺れるのを時折目にすることがあったそうだ。母方の本家は、今ではほとんど見かけなくなったかやぶき屋根の古い民家であった。私が小学生だった昭和50年代、数は減っていたとはいえ、地方の農村にはまだまだ同じような家が残っていたと記憶している。土間の奥に流しやかまどが据えられ、靴脱ぎ石を上がった板敷きの居間にはいろりがあって、高い天井の梁から吊られた自在鍵には、必ずやかんか鍋がかけられていた。開け放たれた縁側は明るい陽光が差して心地よいが、背後を振り返ると座敷の壁や柱に長い年月が染みついたような静けさがほの暗くわだかまっていて、その奥の襖に閉ざされた仏間には誰かがそっと佇んでいるようなかすかな気配がする。子供心に少し恐ろしくも感じたが、それでも私はなぜかこの家が好きだった。私が母のお供として、飽きもせず本家を訪れた理由の一つに、この家で飼われている古猫の存在があった。どこにでもいるような焦げ茶色の毛並みをした雑種である。年老いているせいか、めんどくさそうにのそりのそりと歩く。猫らしい俊敏さなどまるでなく、縁側で日がな一日丸くなっている。おめえも寝てばかりいねえで、たまにはネズミでも取ってこいと、そう祖母にぼやかれていたが、古猫は我関せずとばかりにのんきそうに、眠たい目であくびを繰り返していた。小学生の私にとって、猫など動くぬいぐるみのようなものであった。父が動物嫌いの人だったので、我が家では一度もペットというものを飼ったことがない。なので母親の本家を訪れるのは、小動物と遊べる数少ない機会の一つだった。しかし古猫からすれば、子供の相手などさせられるのは迷惑な話だったろう。また来たかという顔で私をねめつけ、のそりのそりと歩いてどこかへ行こうとする。私がそれを追い回し、行く手を塞ぐと、怒って爪を立てるような真似はしないが、やれやれといった表情で私に体を触らせるのを許し、一通り気が済むのを待って、またのそりのそりと歩いてどこかへ隠れてしまう。本家に自分と同じ年頃の子供はいないので、その後仕方なく一人で遊んでいると、またいつの間にか部屋の片隅に現れて、影の中に潜むようにじっと私の様子を見守っている。そんな奇妙なところのある猫だった。あの猫はいつから飼っているのかと、当時高校生だった本家のいとこおじに尋ねたことがある。俺が小学生の頃にはすでにいたなぁと、いとこおじは答えた。何でも不意に家の庭先に現れ、気まぐれに餌をやったりしているうちにいつの間にか住み着き、そのまま飼うことにしたのだそうだ。その時にはすでに年寄りだったと思うけど、そう考えると随分長生きだよな。うちのばあさんより生きるんじゃないのかと、いとこおじは笑った。確か私が10歳の時だったと思う。何かの用事で母にくっついて本家を離れ、一人庭先でボール遊びをしていた。いろり端の方から母や本家の大人たちの話す声が聞こえる。縁側では古猫が相変わらず丸くなって日向ぼっこをしていた。空は晴れて明るかった。すでに夏は終わり、秋風が庭の梢を揺らして通り過ぎてゆく。たなびく雲が風の形を表すように流れ、そろそろ赤や黄色に色づき始めた山々が西に傾きかけた日の光を受けて輝くようであった。ボール遊びの手を止め、ぼんやりとその風景を眺めていた時のことだ。いい天気だな。背後から不意に、そっとつぶやくような少し高い声が確かに聞こえた。縁側を振り返ると、さっきまで丸くなっていた古猫が頭をもたげ、じっと空を見つめている。今のはひょっとして古猫の鳴き声だったのだろうか。しかし私にははっきりと人間の言葉に聞こえた。聞き間違いでも空耳でもない。長く生きた猫は人語を話すことがある。何かの本で読んだ知識がふと頭をよぎった。こちらの視線に気づいたらしい古猫が私の顔を見て、それからしまったという表情をしたように思う。そして不意に立ち上がり、めんどくさそうにのそりのそりと歩いて、奥座敷の方へ姿を消した。私は追いかけなかった。いろり端からは大人たちの声が聞こえる。彼らは自分たちの会話に夢中で、古猫が人語を喋ったことに気づかなかった。なので、これは私だけの秘密だ。それから間もなく、母方の本家の古猫がいなくなった。猫は自分の死を悟ると、飼い主の前から姿を消す。母は私にそう話したが、しかし私はそれを信じなかった。あるいは人語を喋ったのを私に聞かれたためではないかとも思ったが、それを確かめる術はない。あの古猫はきっと今も生きている。人語を喋る猫はおそらく普通の寿命を超越しているであろう。私はそう信じている。風の吹くまま気まぐれに旅をして、ある日不意にどこかの家の庭先に現れ、いつの間にかそこに居ついてしまう。そして縁側で丸くなりながら、高く晴れ渡った空を見上げて、こうつぶやくのだ。いい天気だなぁ、と。